で、今日は何をしていきますかと言いますと、マスクのバレッタを作っていきたいと思います。最近普通マスクとかは出始めてきたんですけども、キッズマスクとか小さめのマスクってまだ売ってるとこ少ないんですよね。こちら、大人サイズ用のマスク、ちょっとつけてみます。すごいでかいし、ここがボヨンボヨン、耳のところもボヨンボヨンだよ。なので、ここの後ろをキュッてすれば、まあ使えるであろうと思うので、そちらの部屋飾りを作っていきたいと思います。では、材料の紹介をしていきます。こちら2つやっとこと、ハサミとピンセット、伸縮性のある透明のゴム、こちらが丸カン2個、こちらがカニカン2個、こちらがカシメ玉2個、とこちらボールチップ2個、あとは今日使うビーズ、大きめのビーズも準備してみました。今日はこちらを使ってマスク用のバレッタを作っていきます。ちなみにこれ私が作ったものなんですけども、こちら端から端まで7センチで作っているんですけども、なので今日も7センチの長さのバレッタを作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。こちらゴムの方の紐は適当な長さにカットしてください。そうしまして、カシメ玉、こちらですね、カシメ玉の方を紐に通していきます。で、ここで平らのヤッコでカシメ玉を潰します。潰れました。このいらないところ、ここですね、この部分をカットします。そうしましたら、こちらゴールドチップ、ボールドチップを使ってゴールドチップのところに、見えますでしょうか、穴が開いてるんですけども、こちらに紐を通していきます。こちらグッと締めていきます。そうするとこんな感じでできます。で、ここの部分をくるっと
丸めていきます。ぐるっと、こんな感じですね。しましたらビーズの方入れていきます。ビーズはお好きなものを使って入れてってください。こんな感じになりました。で、次にこちらのポールチップ、こちらをもう一度はめていきます。カシメ玉をちょっと潰してしまうと、こちらポールチップの方もちょっと締められなくなってしまうので、ここがダルダルになってしまうので、このまま潰していきたいと思います。潰していきます。ギュッとするとこんな感じでできますので、ここの余分の紐を切ります。ギリギリまで切ってください。切りました。そうしましたら、さっきと同じようにここを丸めていきます。こちらの丸カンを使っていきます。こちら丸カンなんですけども、こちらを広げていきます。こんな感じですね。で、ここに通していきます。通し終わりましたら、この丸カンを戻していきます。
こんな感じです。こっちも同じように通していきます。こちらを通してカニ缶を落とします。そしたらここの丸缶を戻していきます。できました。とても夏らしいバレッタが作れました。ひとまずつけていくのに通していきます。で、可愛くつけられたらいいんですけども、私はちょっと面倒くさがり屋さんなので、ちょっとかぶってマスクつけていきたいと思います。こんな感じになりますね。つけてみました。ちょっとフィット感が増しましたね。こちらの方もブヨブヨしてません。ちょっと後ろをご覧ください。どうでしょうか。こんな仕上がりになりました。涼しげでとてもアクセントになりました。今日はヘアアレンジしてないんで、もうこんな感じなんですけども、それでもこの後ろの感じがアクセントになってくれて、とてもいいと私は思います。なものも作ってみました。キラキラして可愛いでしょ。絶対後ろにつけたら綺麗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 素敵。最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちら、チャンネル登録はこちら、 SNS もやってるのでよろしくお願いします。今回の動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。りなでした。